ストールの基本的な巻き方をご紹介します。まずは巻きます。で、片方を長くしてこういうふうに巻く。これは皆さんよくご存知だと思います。で、今度は2番目です。片方を長くして顔の前を通って首の後ろを一周させます。これをエディター巻きと言います。そしてポピュラーなものはこれをクロスします。そしてこれはアスコット巻きと言います。で、皆さん今見てて思ってらっしゃるのは長すぎるわ。そうなんです、長いんですね。なのでこれを短くしましょう。そうすると最初のこうやったの覚えてらっしゃいますよね。最初のは一回巻きます。そしてここにこう巻いたので短くなってるわけですね。で、ここに手を入れます。で、こちらの方を持ってきてこれを背中の方に回します。これをもう一回、つまり2回巻きます。そうすると両端が短くなります。で、3番目も同じなんですけれども3番目を短くするにはこれを1回巻きます。ここでクロスしてもよろしいですし、またはここでクロスしてこの上の方をこう手をこう下にやってこれを持ち出します。そうするとこのアスコット巻きは巻きは短くなるんですね。ループ巻きだと思うんですけど、ループ巻きの場合こう丁寧にこうきちんとやりたい方はこういうふうにきちんと折って、そして2つに折ってこれを中に入れると、このこうやってる方よく見ます。とても真面目な感じですよね。これをもっとこなれ感と砕け感を出すには、まず最初この折り方が違うんですね。折り方をもっとこう雑にというかラフにする、こういうふうにこう託し上げてこうふわりとさせます。この方が暖かいんですね。空気を含ませるのでストールに空気が入って暖かくなります。そして2つに折って両端を中に入れてふわりとさせます。そうするとちょっとこうビロビロ感が、でもっとこう両方こう広げてあげると、でこの段差をつけるんですね。こっち短くこっち長く、ちょっと段差をつけても変化が、でここですけどここをずっとこうぐるぐるぐじゅってこう伸ばしても面白い変化ができます。で、折り方としてはこのストールの端を持って、でこう握らないでください。スルーッとこう滑らせます。もっと空気が入るんですね。で2つにします。そして
中に入れます。とここがまっすぐではなくて三角になるんですね。とストールとかスカーフって三角の方がちょっとこなれ感が出てかっこよく見えるんですね。こういう巻き方になります。ここがまっすぐじゃなくてこうとんがって三角になる。で先ほどのようにここをちょっと広げてあげたりとかして、でクシュクシュクシュ、随分初めと感じが変わってこなれ感が出ます。一回巻きます。ちょっと幅広く巻いています。でピッティ巻きをします。これこちらを持ち出して反対側を入れます。これがピッティ巻きです。ちょっと柄があるので見にくいかもしれませんが、ピッティ